思った年って読み上げり切れなかった夜をくべる451度じゃ燃やし尽くせない輝きを見たくてアルファベットな僕ら綴ろのさ言葉取り戻すため星空の見えない地球初予知のニュースピークレベルを超えた脳の規制を今払う刹那後2週間欠けた体が目を覚まし液化したピアノと夜を明かす読みに行ってなお生まれ変わり続けることのダマに託して僕は叫ぶのさこの黒塗りの世界の裏が口へ雲雲芋雲アイス枯れた時代の言葉リリされた言葉を誰もが出てく理解してたためで思う伝えられなきゃでも知れないから世界